はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。まあ今回もこのまま先に進みましょう。結局おもてなしはよく分かんなかったな。何にもなかったのか。乙姫さんありがとう。すごく楽しいひとときを過ごせたよ。評価が上がった。喜んでいただけようで何よりです。これだけ大勢のお客様は初めてでした。このおもてなし、勉強しておいて損はないですね。飯も酒もうまかったし、連戦のいい骨休めになったの。ふう、久々に飲んで、店で飲んだ感じだぜ。イライザには聞かせられねえけどな。向かい合ってではなくて、横に座ってお話しするというのも面白いですね。せやろ先生、神野町が懐かしゅうなったわ。ほれ、森ちゃんもこっち来や。もう、ゴロちゃんも好きね。はしゃぎすぎだぜ、真島の兄さん。確かに俺も久しぶりだが。はい、とっても楽しかったです。こういうパーティーもあるんですね。イーリスに戻ったらぜひ広めたいです。みんなが仲良くなれますからね。こういう仕組みを広めてもいいのか少し迷うか。何より信仰を深められたし、異世界の話は興味が尽きないよ。堅物かと思ってたら割と話せるんじゃん。フレの兄さんさ、人を守るという騎士の考え方、ちょっと考えさせられました。おいフレン、帝国の騎士様が悪いおっさんからあんましおかしな影響を受けるなよ。オイラもフレン兄ちゃんにこういうところでの楽しみ方いろいろ教えといたから。悪い子供からもな。お、なんだ、なんでこんなところでスキルを。夜の帝王さて休憩はここまでだ。乙姫、竜宮城の点はうまくいったのか。はい、先ほど無事に誘拐に戻ることができました。これも皆さんのおかげです。まあ竜宮城がワープした原因、金の鎖を取り除いたのは大魔じゃがの。これからどうするのかね。カムーズを追うにしてもどこにいるかがわからんのではな。どこに向かうのかはわかります。おそらくマーベルランドでしょう。奴はそこで何をする。ワルキューレ、マーベルランドの北の泉に黄金の種を沈めると願いを叶えることができるのです。願いを叶えるだと。ふん、随分と抽象的だな。魔力にしろエネルギーにしろ何かしらの力を得られるってことか。そんな危険なものをあの怪物に持たせておきたくはないな。あいつに限らず踊り団やシグマにも渡すわけにはいかないわ。ならば俺たちで取り戻せばいい。それで全て解決だ。でしたら私の力でマーベルランドにお送りしましょうか。そんなことができるの。それはついてるわね。はい、北の泉に先回りができますね。じゃあお別れだね兄ちゃんたち。かたじけない、世話になったタロスケよ。あら、シルフィーとミツルギゲンジは。シルフィー姉ちゃんは先に帰ったよ。なんか用事があるんだってさ。ミツルギの兄ちゃんは奥で伸びてるから、起きたら元の世界に送っとくよ。結構飲まされてたもんねミツルギゲンジ。いいなあ、僕もシャドルに狙われてなければ一緒に飲んだくれて帰りたいよ。ではお名残惜しいですがマーベルランドへお送りします。お近くへお寄りの際にはまた竜宮までぜひお越しください。じゃあオイラはスペシャルコースを楽しむとするからね。またねこいつ金持ってんな。スペシャルコースですと。師匠、え、ちょっと待って、竜騎1号はー、えい、やったー。行っちゃったね。オイラもいつかまたみんなと冒険したいな。大丈夫ですよ、タロスケさん。今はおもてなしの続きをね。で？それにしても、カムーズも変わっていますね。マーベルランドに向かうとは。え？そんなにおかしい？遊びにでも行くつもりなのでしょうか。悪党の考えることはよくわかりませんね。何？どういうこと？乙姫様さ、なんかやらかしてない？いいえ、ちゃんとマーベルランドに到着しているはずですよ。ならいいけど。なんだ、マーベルランドを勘違いしてるのか。なんか変なとこに出てきたな。乙姫のやつめ、むちゃくちゃやりおる。おもてなしの手際は鮮やかやったのに、それ以外は割と大雑把やの。ちょっと竜宮城に置きっぱなしなんだけど、私の竜騎1号乗り込んでから転送してもらえばよかったね。提案するのが遅かったですね。マーベルランドはワルキューレのホームだろ。竜宮城への戻り方も分かってるんじゃないか。
ですね、それにしてもすごいところだね、マーベルランド。ああ、何の冗談だこいつは。どう見ても遊園地なんだけど。子供たちは喜びそうではあるが。遊園地？遊まんじゅみたいなところなんでしょうか。簡単に言うと、遊ぶことを目的とした場所、めちゃくちゃ楽しいんだから。あとはデートしたりな。いいですね、みんなでデートです。みんなでですからね、大神さん。どうして釘を刺すんだい、さくらくん。デートか、ふふん、進次郎とまたしたいな。浮かれてる場合じゃないぞ。本当にここが目的地なのか。ぬう、ワルキューレ、このような場所、マーベルランドにあったか。ここはマーベルランドではありません。乙姫がしくじったのか。あ、いえ、ここはマーベルランドではあります。ん？正しいのか。いいえ、違います。マーベルランドではないのです。どちらだ、はっきり言ったせ。マーベルランドであってそうではない、偽のマーベルランドってことか。いえ、マーベルランドに間違いありません。もう何なのよ、目的の場所ならそれでいいっしょ、行こうよ。いえ、ナッツさん、ここは目的の場所では。はい、そこまで。任せておいたら終わらないから答えを言うわ。モリガンさん、わかるんですか。ここはマーベルランド、光と平和の国、コニーランドの大遊園地よ。コニーランド？遊園地？急に新しい国の名前が出てきたけど。マーベルランドって同じ名前の遊園地？ややこしいから、シャオユーランドってことにしない？世界としてはコニーランドってことか。全然違うじゃねえか。あのおっちょこちょい姫、脳みそまで栄養回ってんのかよ。ハセオくん、乙姫様の悪口は許しませんぞ。来てしまったものは仕方ない。ここからどこに行けばいいんだ。待て、何か来る。おうおうおう重さでリフトみたいなのが傾いた。むっ、こいつらは遊園地によくいる着ぐるみじゃないか。こんな気持ち悪いマスコットキャラダメじゃろ、もっとゆるキャラにしとかんか。いや、こいつら俺たちの世界バーゼルのモンスターだぜ。この遊園地と私たちの世界がつながっているの？マーベルランドにはいくつか次元のほころびがあるのよ。その一つがバーゼルに通じているか、あるいは誰かが持ち込んだかだな。こんなところで遊んでいる場合じゃない、さっさと抜け出すぞ。このマーベルランドは魔界ともつながっているから、一度魔界に抜けるのがいいかもね。何？そうなのか？次元のほころびが抜け道みたいになってるのよ。私も退屈な時は時々来てたし。常にデータがあったんですね、モリガン。魔界からならマーベルランド、遊園地ではない方へ戻ることも容易です。なら魔物どもを蹴散らしてさっさと出るさ。モリガン、抜け道ってのはどこなんだ。あの辺りよ、一番奥ね。あのどでかい的のどの辺や、まさか。そう、中央辺りよ。どうやってあの高さまでよじ登るかという問題はあるが、なんか悪い予感がするの。とにかくまずはあそこにたどり着かないことには始まらないな。博士は後ろの扉に入っていってくれ。すべて終わったら呼ぶ。了解よ。お土産コーナーでも見てるからゆっくりと。では進軍を開始します。あの扉の中が安全かどうかなんてわかんねえだろ。進軍って言ってもいきなり進めないわよ、ゴンドラ上がっちゃってるし。片側に乗りすぎなり。少し離れているが、奴らを軽く撃ち落としてゴンドラを下ろそうぜ。まるで遊園地の射的だな。こういうのは嫌いじゃないが、先が思いやられるぜ。巨大な的を目指して進む。ゴンドラに乗っている敵をすべて倒す。まあ、別に敗北条件はないから、まあゆるりとやっていけば良さそうだな。出撃人数は？ん？ちょっと待って。こいつ完全に強制出撃になってんの。なんでだ。大神くんも強制出撃だな。また10体か。主人公も強制出撃。コスモスはちょっと今回出すか、そうすると。ワルキューレも一応出しとくか。ハセオか。カイト、ハセオ組をちょっと変えよう。移動6はね、やっぱりちょっと入れておきたいので。でもチュンリーが出せないな、そうすると。
桜か。こいつがいらない。ほい、OK。ステージ端の巨大な的を目指そう。ゴンドラ脇の小さい的を Y で壊すと攻撃範囲が広がります。ほうほうほう。あれか。敵が近いな。待ちに待ったチャンス。最後のクラッシュ。姫様。合わせて。せーの。いきなり。決まったね。勝負のお時間。これ。で、チュンリーはもうちょっとここで全体攻撃をかけよう。ほら、一人ヒットポイントがすっげえ高いやつがいんな。この辺りで勘弁してやろ。クリス・ジル。コンビネーションです。ないな。よし。マインスロア発射。もらった。シャッター。取った。集中させる。蹴り抜く。焼き尽くせ。この距離なら外しようがないぜ。よし、片付いたな。次へ行くぞ、レオン。こんな状況でよく落ち着いていられるな。レオンの方がだいぶ年上じゃないのか。構わんぜ。偉そうに。運命。こいつか、硬いのは。切るぜ。突き抜けろ。でかい的だぜ。火炎瓶。めちゃ勝ってんだけど。全然ダメージじゃなかったな。フライパンでとどめだから。決定的なブロック崩しが必要だな。っていうか、しぶといじゃん。気絶した。よし、ここはじゃあちょっとコスモスでいけねーし。やっちゃうよ。横からほい。追加報酬は出る。ほい。やれます。やってみせます。この一戦引けません。エネルギー凝縮ザーン。やっちゃうよ。切ります。フレッシャー。打ちます。切ります。フレッシャー。どうだ。おー、残った。埋めた。まだチャンスはあります。ま、でも正面から行けば。準備 OK。 いけねーし。始めましょう。コスモスも外すのは持ってないけど、こっちで外せるか。攻撃を続行。止まりなさい。切れますよ。えい、切ります。もう誰も傷つけさせない。これで終わらせます。終了。疲れた。進むだけだ。下がれ。エンジン全開です。オッケー。おお、こいつも変なキャラの一人だ。わしのこれは半端ないぞ。さらばじゃ。やったー。何よ、こりゃワンチャンあるの。キラキラでキャピキャピじゃ。お会いにくさま。こいつ別に必殺技使ってこないよね。こいつは反撃できないけど、食らいすぎだな。的一個しかないけど、的一つ倒すと全員のあれが分かんのかな。いけない。私です。いかい。年をとれ。一斉に攻撃しましょう。チュンリーさん、無茶しないでね。話すぞ。行きます。100連打。一緒に。このピアスとノッチ。大きくなります。これくらい。すいません。私たちの勝ちです。そういうものなんだ。
流星の花よ。毒になってんの。移動力の少ないやつからいけない。大神、大神も全然進めねえな。お化粧が落ちそう。援護してほしいでしょ。ジルス、決めたんだから。お、こいつもでも30レベルかも。始めましょう。これ普通にやったら絶対誰も攻撃できないのかな。行くわよ。射程2、射程3でも無理だな。やるか。全員無理だ。敵も攻撃できない。じゃあちょっとこいつでぶっ壊して。え、あ、なんだ、復活すんのか。じゃあちょっと攻撃できる位置に行こう。え、あ、チュンリーのところに重なっちゃってるからか。人たち目が僕なりにやってみるだけだ。負けない。お、あいつが一歩前に来た。ストライダー全然ダメだ。ってことはまずチュンリーをどかそう。ほい、ほい、で、あとはこいつも倒して攻撃だ。シエルさん、俺たちに任せてもらおう。今がチャンスです。勝負。俺たちの命を食らいついて勝利者に回転。力が湧いてくる。これならエネルギー凝縮。何体倒せばいいんだ。全員倒さないとゴンドラ動かないかな。了解です。いやー、だってもう無理でしょ。はあ、やるか。俺たちなら。まあ一応集めとくか。こっちの方にはパリンと。これもう一回やるとどうなるの。邪魔だ。別にどうにもならんか。使命を果たします。オーケー。敵は敵であって攻撃してこないからね。同じやつでなんとかするしかない。ほい。迷いさ、やってみよう。一点集中。見えた。これだけで53ヒットしてっかな。すげえな。全部倒さないとダメか。じゃあちょっとチュンリーを。分かったわ。私の秘密。お邪魔虫が騒ぎよる。ゲラジャラ。はい。戦線を維持します。シュラの道。わしのこれは半端ないぞ。サンデルタにいただき。ラミだ。ジャクレンクルーショー。ダンクンタスポーツ。それ。いやー、当選させようかな。それはちょっとめんどくさい。これでおしまい。ほらね、シャオ強いんだから。シェイシェイ、再生セービングアタック。わかった。ん、誰で攻撃したんだっけ。こいつか。私がやるね。てかいけねえし。ストライダー飛竜で確実にしよう。確実に倒す。時代が後方から援護する。
隕石回収の術だ。私に任しときなって。発想しろ。結果勝利だ。引き寄せ。シュート。あらはばき、お願い。ちょっと危なかったけど、まあ通常技だけで倒せたのか。でかい。 OK、 よし動いた。これで進めるな。あ、一気に奥まで行こう。走れば鍛錬にもなる。またなんかあんのかよ。うっさっさっさうっさん、お前は死ぞ。楽しい楽しい遊園地には可愛いマスコットが必要不可欠ぴょん。こんな邪悪なマスコット見たことないよ。あ、もしかしてバーチャルのモンスターを連れてきたのは。その通りぴょん。楽しんでもらえたぴょんかね。それなりに楽しかったと思います。ですがどうやってここまで寄ってきたのでしょうか。うっさっさ、竜宮という城から来たんだぴょん。竜宮城？お前まさか竜宮城を襲撃したのか。その城の主にお前らとは友達と言ったらあっさりとここまで送ってくれたぴょん。もう乙姫様、ちゃんと見たらわかるでしょうに。何やってんのよ。というわけでやらせてもらうぴょん。いでよ蒸気銃ポーンども。奥のバイキング船乗ってたみたいです。乗ってみたいですか。みんなで乗れそうだし止まってくれるといいですね。こらこら、どこを見てるぴょん。橋の上の蒸気銃にこそ注目するぴょん。その程度の数でなんとかなるとでも思うか。うっさっさ、心配せずともアトラクションは考えてあるぴょん。なんであんたがプロデュースしてんのよ。つまりこの先罠があるということかな。罠にはまるのも弁護士の仕事。ほらほら、バイキングにも乗りたいし行こうよ。目的が変わってるじゃないの。進むしかないのは確かだけど。まあな、橋に陣取ったブリキの兵隊片付けるとするか。まあ一応進めるやつは進んで攻撃もできんな。すでに私の本気見せてあげる。ギリギリ倒せない。そこだ、狙い撃ちだ。いかんいかん、敵が去っ。今のところは特にって感じだな。いいですよ、行動開始。行くわよ。そう、あそこの橋に乗ったらなんかあるかなと思ったら普通にこいつら来たし。吸着地雷味わいな。皆さん、これで決めろ。突貫するわ。足を止める必要だ。いい意志だ。ここからよ。スライダーライフ突貫するわ。特別性だ。よく味わいな。フィニッシュだ。よし、片付いたな。怖がっ。お、こいつはちょっとヒットポイントがあるか。援護します。勇気と覚悟で行くから。さらさら落ちろよ。うわー、179。このまま少ないチャンスを生かさないとだ。皆さん、そこだ。抵抗しないで。狙い撃ちだ。サブもらった。ナイス。勝利だ。よし、これでチェックメイトだ。サブ、スキャニング。隙を作る。俺たちを甘く見たな。油断大敵だ。敵自体はめっちゃ弱えやん。きっちりお返しさせてもらう。おい、ジェミニー、ついてきて。おい、あ、お化粧が落ちそう。宇宙さん、やるぜ。逃げ切るぞ。グレネード。おいしい。硬くて軽い、すごいやつ。これ当たんねえだろ。つけろ、これ当たるぜ。微妙に倒せねえな。こっちもお化粧直すから待って。あれ、これ的そのまんま残ってるな、効果が。わしの技いけてるじゃろ。はじけろ。いただき決まり。さあ、火星賞決めろ。
さて橋に突入するか。何もねえけど。よし。真剣勝負。さくらさん。クロスオーバード満点のホームラン。ドラゴンフォース。行きますよ、大神さん。やった。遊びの道に魂を。攻略決断。いくら流剣杯です。ロックウェーブ楽勝だったね。それじゃちょっとレベルが低いかこいつも。それでは虚しいよ。コスモスは27か、ね、移動力が低いからな。鬼ジェミニついてきて。ここは援護しちゃいます。これでいけるっしょ。微振動断髪パンチ借りるわね。これで終わりです。なんかコスモスとの絆。お、いやこれに乗ったらなんかあるだろう。うーささなかなかやるぴょんね。ではそろそろこの指導様が直々にラビット相手をしてやるぴょん。いでよ蒸気獣プレリュード。うーささいよいよ指導様自ら相手してやるぴょんよ。ご覧ください、船が見事に停止しています。よーしこれで乗れるね。私一番前がいいな。うっさーこっちを見るぴょん。相手をしてやると言ってるぴょん。お前のいる場所は俺たちの進行ルートだ。首を洗って待っていろ。キャハハ、僕も洗っておいた方がいいのかな。この声はまさか。楽しそうじゃないか。僕も混ぜておくれよ。ランマル、お前も竜宮城から来たの。僕は別の場所からさ、寄るところがあったんでさ。寄るところ？また何か企んでいますね。見せてあげようか、その企みの一端をさ。お父様、あれは鹿羽兵。ふんふんふん。ランマル、貴様どこから連れてきた？まさか、イーリス聖王国に侵攻を。安心しなよ、そんな知らないところになんて言ってらんないからさ。僕が行ってきたのは、多く巨人のあった場所さ。パリだと？どういうことだ？あそこには時空の門って言ってたっけ？異世界につながる扉があったんだよ。それは知っている。俺たちはそこから来たんだからな。でも、あの門は消えました。だから、クロムさんたち親子は帰れなくなったんです。それに、あの巨樹自体も崩壊したはずだ。再び現れたんだよ。だいぶ不安定だったけど、この兵士はそこから連れてきたのさ。失われた時空の門が復活？もしかしたら、黄金の種が？うっさっさ。パリの怪人にニューヨークの魔人、よその世界を引っかき回しすぎよ。この迷惑ウサギども、ここでまとめて引導を渡してやるぜ。おお、ラブリーなウサギさんたちの友情引き裂くよくありません。まさかとは思っていたかな。さあ良い子のボーイズ&ギャールズ、それ以外にも人もエブリワンハッピー。アミューズメントパークにはプリティなウサギちゃんたちがたくさんなのね。ちょっと引くくらいテンション高いですね。ランマルの手引きをしたのはオーマだったか。イエース、おっちょこちょいボインにここに送りつけられたと聞きましたのね。こりゃちょうどいいと思いまして、みんなでエリミネートしに来たというわけなのです。うっさっさ、歌劇団はもういい加減に目障りなんだぴょん。主の復活、その日のためにそろそろ消えてもらおいてもらおうかな。ち、毒ウサギどもが集結しちまったぞ。ウサギど満点。こんな嫌な遊園地初めてだよ。おう、ご心配なく、痛いないようにしてあげますからね。金の鎖も残すところあと少し。これ以上邪魔されたくありませんのです。トラブルで勝手にここに来た私たちは飛んで火にいる夏の虫ってことね。周りでは着々と悪事が進行してるってのに、こんなところで足止めを食らうなんてな。足止めだけじゃ済まさんのです。きっちりと片付けてあげましょう。そういうわけで、オーマ北米支部、キャモン、ヒアウィゴー。もう北米支部とか関係なくね。全くやれやれじゃ。よほどわしらをここから出したくないらしいの。ミスサヤの指示です。ラストミッションを邪魔されちゃかなわんのですね。やはりサルベージはもう終わるのか。その結果何が起こる？それをあなたが知る必要はナッシン。これ以上追ってこられないようにします。いや、追いかける。What？ 不思議の国からウサギを追うというのもたまにはいいさ。ここを抜け出して、オーマの計画は阻止してみせる。
アリス・イン・マーベルランド。いいですよ。オーケーだよ。船には全員乗れんのこれ。調査開始だ。一応全員攻めてくんな。あいつはサクッと倒しとこう。攻撃できそう。いやどうする。あでも結局こっちまで行かないといけないからな。進軍しておこう。オーケーだよ。ブロッキングが結構あるな。こいつがブロック突破力がそんなにあるわけじゃないからな。硬い。クリティカルが出て600か。了解。どうする。こいつ気絶させとこう。このまま行きます。ちょっと集まるまでは。行動開始。ブーストニャ。ほい勝負です。仕事じゃ。始めるぞ。始めるよ。神のご加護。これは反撃しよう。今こそ。売れなきゃ遊べんのか。ほうや。ほうや。みんなで。全体。まくん。まだ終わり。が方針。心に問いかけるぞ。ほうや。ごめん。きっかけ。ほうが方針。ごめん、突き早撃ち、王家方針。ああ、熱き血潮で恋せよ。イエス、カモン。シースが来るかな、そうすると。PMF はなめら。一生懸命やるからね。切るぞ。凍らせる。終わりよ。257。これね、結局一発分だからね。倒せないんだよね。フィニッシュ技もうちょっとね派手なダメージを当たってくれるといいんだけど。ありゃ複数攻撃を食らった。結構食らったの。4000って。これは完全防御だな。無駄。まずプラズマフィールド展開。なるほど。ブロックはもう関係ないからこのまま攻撃をするだろう。これが世を司ることは。うさあ、またしてもまたしてもどうしてこうなるぴょん。うさぎさん、私たちは悪しき者には負けないんです。いまいましい過激団、次は次こそはこの地蔵様の最強の力を見せるぴょん。なんかだいたい次が最後だみたいなことみんな言ってんな。パリの怪人の力、次は町での戦いになりそうだな。なんで町ってわかんの。行くにゃ。これはちょっとあれだな。シースだろう。だってこいつ毒になってる。まずはゲージを貯める。お父様硬そう。こいつ乙女の騎士の名のもとに。どうですか。大変なら届く。なきゃ今です。ガスト・ノッチ乙女の騎士のビッグの術。すいません。覚悟。終わりだ。覚悟。どこを見ている。私の心にまだ。おお、簡単だったか。オーケー。こんなこと。まず
ジェネシス。新設戦闘 A プラス一緒ならきっと。まずは出花をくじかないと。火をつけ。火を通った。受けろ。燃えろ。よし。こいつの扱いは慣れてるんだな。ロケットランチャー貴重なんだから、そんなにぶっ放すなよ。あれ、なんだ、また来たのかこいつ。いやは、やってるじゃねえか。わあ、何この遊園地、メルヘン。今度はザベル、何しに来たのよ。殺し屋の小娘も一緒か。やっほー、久しぶりですね。ハルルの町以来かな。バレッタ、どうしてまた私たちを狙うの。シャドルーとの契約は切れてるんでしょ。契約更新によりシゾーやシースを狙っている可能性も。ふんふんふん、それはね、それは今の雇い主はザベルザロックなんだ。オラ、そういうこと。あお、こいつ金持ってんの。だって殺し屋なんだからかなり高いだろう、雇うのには。回転の力を使って飛んだのか。何をするかと思えば身軽なやつらね。うん、10点満点ね。やるじゃねえか、バレッタちゃんよ。ザベル、その女を雇って何をするつもりじゃ。黄金の種を手に入れようと思ってな。なんですって。今、あちこちの世界をよ、すげえ力の種を持った野郎がうろついてんだぜ。魔人カムズか。ザベルちゃんは、それをいただいちゃおうって考えてるの。カムズのやつがそこらをうろついてるって。先ほどの話ですが、多く巨樹にあった時空の門が動いたというのはもしかしたら。カムズの目的は何だ。なんだか知らねえが強い力を探してるみてえだぜ。すっごい力の種を持ってるのにおかしいわね。もしかして乙姫様が言っていた封印が関係あるんでしょうか。だろうな、やつはそれを解く力もしくは方法を探しているってわけだ。なるほどな、いいこと聞いたぜ。ただ手に入れるだけじゃダメってことか。ありがとうよ、こいつはご褒美だ。タナトスで作られたゾンビか。いい加減にしやがれ。いつまで BOW を連れ回すつもりだ。遊園地にはホラーハウスがつきものだろうがよ。確かにそうね。じゃあ私も加えちゃおう。たったそれだけの数で私たちを止めるつもり。甘く見られたものね。そうかいそうかい、じゃあもっと足すか。幽霊戦カモンベイベー。何？なんでそんなことができるこいつに。BSA。 なんだ、乗っているのはスレッゾンビか。すごいファンシーな幽霊船。はあ、またネメシス T 型なんて連れてきて、こんな古い BOW 何体作ったのよ。傑作は色褪せることはない。何年経ったとしても現役なのだ。でへ、シャドルーとの契約終了する時に手土産にちょっとね。可愛く言うようなもんじゃないっしょ。さあ、アトラクションの最後はホラー尽くした。楽しめよてめえら、ギャッギャッギャー。これで最後なんだ。じゃあ本当に怖がらせたらあんまり喋らんことだな。問題ないレオン、これから黙らせる。ジル、いいな。幽霊船も4隻目、もう慣れたわ。黒い煙を吐く。煙突に近づくとダメージを受けます。はい、わかりました。ストライダー、横から行きたいから。まずは解除か。やっぱり発送しろ。このチャンスは生かす。やんじゃ、サクサク行くよ。地球大使倒せるよな。倒せないか。まあいいか、3057だったら。今度こそ拝みで倒そう。これでブロックを外す。うお、マジ硬いこいつのブロッキング。どうする、これ両方使っとくか。これがプラズマの力よ。コリをほぐしてあげるわね。次はポキッと。これで決まりよ。
よし、2レベル上がった。おう、アウト。できればここで倒すか、閉じ込めるかしたかったね。閉じ込めるだと？暗いよ、狭いよ、怖いよと泣き叫ぶとでも思ったか、このインチキウサギめが。でも時間稼ぎとしては遭遇、ごゆっくりどうぞってことです。 See you。 倒せずとも奴らの最後のサルベージが完了するまで足止めできればいいということか。じゃが最後の鎖はどこにあるのか見当もつかんのが問題じゃな。なんでこうちょっと残るんだ。ジェミ、あ、メイクが、うん、僕たちならいけるよ。後方支援は慣れてるし。大きく振りかぶって。デタラメなうち。私ですね。うん、これこっちから行ったら無理か。でも敵が見えない。あ、ランマルに攻撃しちゃったよ。ランマルガードないんだ。私たちが力になります。本気を見せてやろう。ガードあるやつとガードないやつだとだいぶ違うからな。てかランマル軽いな。前も言ったかもしんないけど。よし、反撃不能になった。こいつらの動きがいいな、なかなか。いて。攻撃してくるのかこいつ。6800とか。ついえんだけど。5500。やばい。駆動系に損。剣と召喚術で助けられる。連邦の剣たち、自身の人権に拒んでくれ。もう誰も傷つけさせない。これで終わらせます。次ちょっと回復させるか。現時点をもってサンプリングを終了。1700。やるわ。こいつはどこにいるんだ。いまいち場所がわからん。結構敵いっぱいいるな。うおー、ちょっと上か。だいぶ上だな。簡易テントを使うか。よし。で、プラズマフィールドは発生と。フィールド展開。倒せるやつを倒すと。いやー、こいつどうしようかな。ランマルのとこまで行けねえか。でも速攻で。武装抜刀流の奥義。まさに俺様の登場式。やっちまいましょう。根性の別れだ、さらば。ちょっとランマルの位置がマジで見づらいんだけど、これどの角度にしても見づらい。始めましょう。どうすっかな。ちょっと一回チュンリーで全体攻撃をしておくか。ランマル入ってるよな。これはね、ちょっと鍛えたから威力も上がっているはず。
開始。弾丸以外。相手の隙を。ジェネシス。ここは助太刀します。うまく飛び込めればいいが。打ち抜いてみせる。これでチェックメイトだ。ずっとこんな戦い。お待たせ。大神はちょっと全然進めないからな。極めろ。言っとくか。どうしよう、 XP 回復を1個使っちゃってランマルを倒すかな。28000、まあガードがないからな、なんとかなるとは思うんだけど、軽すぎだよランマル。全然当たってないんだけど。力が湧いてくる。これなら。もらった。ナナプレ。一発撃中。サイレントロークス。この僕が。まさか。ここじゃ横島が足りない。もっともっと横島が集まる場所じゃないと。ランマル、そんなものを頼りにしたって僕たちには勝てない。黙れジェミニサンライズ。ニューヨークの魔人の信長様が望んだ力をなめるな。邪悪な力が集まる場所、やはり都市なのかしら。どこであろうとランマルは僕が止める、何度でも。なんで都市が邪悪な力が集まるんだよ、それは偏見じゃないか。行きます。参りましょう。一回で2000当たるとか強すぎだろ。意外にめんどくさいステージになったな。ここ29000あんのか。皆さん私に続いてください。大きくなります、すごく。もっと訓練を積んでおけば。こいつ意外パワーあんな。おお、すっげえ射程だ。ネメシスはやっぱりな、技使ってくるか。数としてはいっぱいいるな。進めるやつを進んで攻撃できるやつを攻撃しとこう。これ39000。多くの仲間たちと共に戦いな。それだ、一緒に戦う。ビッグの術で締めくくります。いやどうですか、この一撃なら。俺が甘かったのか。チュンリーやろうと思えば結構いけるかもな。先にじゃあ、こっから登れるな。ダメだ、攻撃ができん。ネメシスを一旦攻撃して11万。ブロックはすぐ壊れそうだな。この戦い勝ちましょう。私だって TMF だから。でちょっとチュンリーで攻撃をしよう。どこだ、始めるかの。ここ 1,2,3,4。 よし、ほい、2体倒したな。もっと鍛えなきゃダメね。
了解。やるか。エリカやります。だいぶちょっと動力で差がついちゃってんな。よし、行こう。それに加えてこの段差だからな。来るね。これやっぱり複数攻撃がだいぶ役に立つな。向こうも使ってきたけど、ぐおー、いいね。反撃はだいぶいいな。1万当たるって相当でかいかな。コキ使ってんじゃねえよ。面白くしてやるよ。バシロやるね。こいつもだいぶ飛んでくな。この勝利が未来に繋がるだ。攻撃してくるのか。おい、もっと俺を引き立てろ。カーコには飽きたぜ。バシロやるね。どっちもいいな。見えそうで見えない。カーコしていくわ。カーコンです。コーコンです。ふふん、ドキワクしたか。サンデルタいただき。ケリー弱冷たスイショウ決めろ。カーコンです。逆十字砲。ま、こいつも後で複数攻撃をして倒すか。厳しくいくわよ。だいぶレベルが上がってきたな。やばい、こいつのヒットポイントがやばい。勝負。もっと俺を引き立てろ。少し騒がしくなりますよ。今やろうか。そこを見てる。一生しろ。おい、待て。ビッグの術で終わりにします。いったーい。僕を見ている。私たち勝ちです。めっちゃ来るな。ちょっとチュンリーを最強に奥まで行こう。てかアイテムでまず回復させよう。その前にあれだな、大神だな。プラズマフィールドを貼ろう。ん、大神どこだ。いた。よし、でアイテムの これは単体か。やっぱ簡易テントだな。始めるかも。で進めるだけ進もう。で1、2、3、もう4入れるだけ入れる。おりゃー、3体倒した。タイラントも倒したな。これ、あいつはネメシスか。そういえばこいつちょっと移動力上げとこう。大神で、あれ大神貼った。プラズマフィールド貼ってねえか。ほいほいと、だいぶ SP を使うようになってきたな。どこだ。クリスチル風作戦だ。こっちだ。いけない。ちょっとやつを移動させるか。そうするといいですよ。お父様、またあれか、昆虫いじめが始まる。けこの昆虫超強い。届け、皆さん私に続いてください。行きますよ。舞い上がります。マイちゃん、ビッグの術で終わりにします。すいません。どうですか。銀の槍。昆虫ごときも3万くらいヒットポイントあるようになってきたな。ジェネシス、追加報酬は出るんだろうね。まずは出花をくじかないと。ゾンビ相手だと攻撃力が上がるとか、なんかそういう属性的なもの欲しいんだけど。これでチェックメイトだ。発射。とどめだ。クリス、がっかりしないで。使ってきたか。いない。毒にもなったか。しかも毒になるとそのまま食らうのかよ。あとは後ろのやつで攻撃をしていこう。強行突入するわ。出なきゃ遊べんのか。こんなのは勝利だ。この強さ64ビット級。おりゃ、
よし。初戦は旧型。旧型だけど2レベル上がった。グワーボガーンとはならないのか。シャドルが保有するネメシス、あとどれくらいいるのかしら。やつが最後の1体ならいいんだかな。いや、でも倒してないよね。逃げてったよね、今。運命。中国4000年の技、私の舞台、これからだよ。どうぞ、いける。こいつ軽すぎだろ。何なんだ、一体。クロスで固定しとかないとこれ飛んでっちゃうかな。敵は沈黙しました。やりました。わしが切り札。ここの3人がもうだいぶ戦闘に参加し遅れてんな。お待たせ。大網なんて超遅いよ。この蜂はもう終わりだな。この俺にちょっかいを出してきたことを後悔させてやる。攻撃は重そうだよな、あのハンマーとか。何？複数攻撃をしてきたか。まずこいつの毒は直すと。ちょっと待って、チュンリーちょっともう奥まで行こう。分かった。弾薬ジェネシス。俺が行く、道を開けてくれ。誰を切れ。病気だ。さすがトット。いい位置だ。トン焼夷弾。よし、特別性だ。よく味わいな。くらえ。やばいわね。止め。チーズ抵抗しないで。トン。オッケー。とどめだ。俺たちは甘く見たな。油断大敵だ。このステージは今度戦闘がめっちゃ長いな。始めるよ。やることがめんどくさすぎる。了解よ。行きます。行くわね。こいつ硬そう。拳銃なんかですか。よくダメージが通るよな。飛んでくな、その割には。コスモスブスト使おう。うわ、意味なかった。ようやくこっちの方に来たか。なんであんな遠くにいるんだ。あとは進むだけ。私たちだね。はい。私です。ニーハオ。泣けるぜ。はあ、やるか。やりましょう。わかりました。私ね。オッケー。やばくない？負けない。くぞ。あ、メイクが。あいあいさ。相手になる。やってみるわ。頑張りましょう。
俺様。ま、後ろから狙えば結構当たるとは。ここは私が頑張らなきゃ。よーし、いったー、2200とか。やっぱ黄金の種くれ、すげーパワーがなきゃこいつらには勝てねえぜ。ようやくわかったか？俺たちは忙しいんだ。墓に帰りな。てめえらを墓に送ったら俺様も戻ってやるぜ、ギャッハー。はぁ、疲れる、懲りないっていうか元気だね。じゃが、奴のおかげでカムズの動向がわかった。種の封印はまだ解かれておらん。あとはバレッタか。始めるかも。これもしかさ、バレッタ倒してもさ、あの的に近づかなきゃいけないの。お待たせ。レディーゴー。作戦通りに。わしが切り札。始めましょう。はい。変わるぞこら。ストライダー飛竜だな。セル。わかった。よし、後ろ取れんなこれ。一回後ろからぶん殴っとこう。それだけでだいぶ違うはずだ。燃え尽きろ。手裏剣皆さん。私が手伝ってあげる。消えちゃいな。ヨーマ。解散。アラハバキ。お願い。アラハバキ。後ろだ。よし、これ次で決まりだな。ストライダーフィル、ちょっとレベルが他のやつに比べて落ちてきたな。私が相手です。ダントツの1位だったのに。これでなぁ、終わってほしいんだけど。おでんパン。はい、これで今回の契約終了。え、もう終わり？ずいぶん短期契約だな。余計なお世話だ、ほら。割が合わねえってんだよ。そういうわけで、次はもっと将来性のあるクライアントにしよっかな。ふ。てかさ、俺たちを狙うっていう依頼はやめた方がいいと思うよ。殺し屋が将来性かよ。次はどこに売り込む気だ？お、クリアした。やった。はい、みんなお疲れ様。この先が魔界への抜け道よ。魔界のどのあたりにつながっている？私の城の近くよ。前にカムロ町から地下に降りたあのあたりか。わかった。行こう。カムズの情報が気になります。遅れた分、取り戻さなければ。その抜け道って、この的の真ん中あたりなんだよな。よじ登るしかないか。壁を蹴って登ればそんなにかからない。いや、みんながみんなできないよ。もっと簡単な方法があるじゃない。見ててちょうだい。まずはこれに乗って、なんかもう分かった気がするけど、それからどうするの？タイミングを見て私に続けば大丈夫よ。じゃあお先に。ビヨーンと。なんでわざわざ2周するんだ。7650点。なんて微妙な点数なんだ。行きました。見事なジャンプが決まり、技術点が入りました。え、今のをやるの？技術点って何？場所がずれたらどうなっちゃうのかしら、これ。そういう時は空中竜巻旋風脚で軌道を変えるんだ。だからみんながみんなできないよ。いや、特別な技術は必要あるまい。踏み切るタイミングだけだ。そう言われても。よし、ならば次は俺たちが行こう。できるだけタイミングは分かりやすくする。うん、よう見ておけ。7650点と聞いてわしが行かぬわけにはいかん。おう、頑張りな、おばあちゃんよ。他人事みたいに応援してるけど、これ全員やるんだよ、ハセオ。ちゃんと中央の7650点を狙うんじゃぞ。ちょっとずれたら5001点とかになるからの。
何な、毎回一周目はタイミングを測ってんの。あのユーリ、はいはい、その顔やってみたいってことだろ。エステリーズ様、そのここ最近少々積極的すぎるのではないかと。大丈夫ですよフレン、姫たるものこれぐらいはできないと。彼女の中の姫という概念がいろいろとおかしくなっている気がするが、まあいいんじゃない、どのみち全員やらなきゃいけないんだし。まあそういうこったな、行くぜ。何人見させられるんだこれ。3人一緒に飛ぶっていうのがさ、ちょっと嫌だよね。3人が同じタイミングで飛ぶとは限らないじゃん。お父様。ルキナ、別に対抗する必要はないんだぞ。お前が行くなら俺も行くが、いつかミサイルに飛び移る時が来るかもしれん。その時のために背が高ーしろ。不安になる3人だな。うん、ではわしがタイミングを取ってやろう。若者の遊びっぽくて楽しそうじゃしの。わざわざ2周するのかな、ちょっとめんどくさいな。あいつ大丈夫か。三四郎ちょっと大丈夫、確かに微妙に真ん中を抜けてない人がいたけど大丈夫だった。転移自体は成功したようです。つまりど真ん中を抜けなくても大丈夫ってことか。時間もかかるしまとめていくか。そうね、でも重量で速度は落ちるはずよ。相当回転させないと。あ、そういうことなの。そう思ってマシンを最大出力で調整してきた。スピードが乗ってきたらみんなで飛べばいい。いきなり最大出力って大丈夫かよ。マジで全員で行くんだ。なるほどね、こうやってスピードをつけてたのね。てか早くね。なるほど先生とか無理だろこれ。死ぬかと思ったぜ。なんとか魔界に入れたようだな。最後は作戦ミスでしたね。もう少し人数を分けて乗るべきでした。ああ、回転の遠心力で何人か吹っ飛びかかってたからな。うまくいったんだし、まあいいでしょ。で、向こうに見えるのが、私の城よ。その前に、広場にマーベルランドへの抜け道があるわ。血の池がある広場か。カズヤがおったところじゃな。うん、あれからどうしてこうなったのか。カズヤさん、もうすっかり馴染んでますからね。馴染みなどするか。ほら、喧嘩はやめなさい。そういえばあの広場、金の鎖もあったわよね。もう回収されちょると思うが、見ておきたいとこじゃな。はい、というところで、じゃあ第20じゃなくて32話、これで終了したいと思います。